あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね？はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。飛行士もいるんだ、手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。怖くなんかないぞ。人を追ってこない飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。まだだ。怖くなんかないぞ。頼んだよ、頼んだよ。分かった、頼んだよ、頼んだよ。了解だ。頼んだよ。怖くなんかないぞ。行くよ。頼んだよ。分かった、頼んだよ、頼んだよ。了解だ、頼んだよ。了解だ。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。了
解だ。頼んだよ、頼んだよ。了解だ。頼んだよ。毒だってやれるんだ。もらっていく。ないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。
すんな。負けるもんか、負けるもんか。頼んだよ。ああ、任された。頼んだよ。ああ、任された。気をつけろよ。僕だってやってやる。行くな。巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。僕だってやってやる。頼んだよ。ああ、任せた。僕だってやってやる。ああ、任せた。負けるもんか。なぜ巨人がこんなに。あっちの班にも奴のことを伝えねえと。あの縁談、助けが必要だな。
性のある巨人が出現しました。なんとかしないと陣形が壊滅します。そんな奴が。分かった、先回りして罠で足止めする。口頭伝達です。右翼索敵、壊滅的打撃。分かった、増援を出す。陣形を崩されるな。深淵弾だ、助けないと。索敵が機能してない。威力は何してる。少しでも戦力が欲しい。あの班にも加勢を頼んでみるか。巨人が現れたんです。足止めしないと陣形が壊滅します。なんだって。よし、俺たちが罠を使って止めてやる。奴が探しているのできっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。前線のところ中央後方とかにいるはずだ。巨人が邪魔で補給物資が運べないよ。補給なんだ、助けるぞ。分かったぜ。頼んだよ。ああ、任せ。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。ああ、助かった。本体からの補給物資だよ。あんたたちも使って。考えてない男のはずだ。あっただ。何のものとも知れない炎の燃やかすに加担されたくないだけだ。ついてきてくれ。私も行く。